右輪映えは、早め右輪映え科に分類される昆虫の総称。全世界で約1,500種が記録されている。多くは、浜辺や湿地、湖沼の沿岸などに生息する。また幼虫が原油の中で生活するという特殊な生態を持つ、石油映えヒリオマイアパトロリーも、この右輪映え科に属する。ハルマパタサラネリアの羽生成虫の体長は2から9ミリメートル。 成虫は足を水面につけて浮かんでいることもあり、主に藻類などを捕食している。成虫の外見は、ニセミギワバエ科の各種と類似するが、羽の尻質や第一頸脈の有無、前炎脈の切れ込み位置の違いなど、侵略によって識別可能である。ミギワバエは、水溜りや湿原、塩性湿地、アルカリ性の湖などといった水辺に、主に生息している。 幼虫は主に食食性で、稲や沈水植物などの水草、もしくは藻類を餌として利用する。幼虫の中には特殊な環境で生活するものがおり、例えばイプハイドラブルシーの幼虫は、摂氏45度以上の水温がある熱水泉で生活している。また、原油のプールで生活する石油場への幼虫や、塩分濃度が非常に高い水中で生活する。 イプハイドラシンラの幼虫などもいる。ハイドレイリアカーデミンズプセラパニティデューラ日本では38属約100種が記録されている。赤イファイドリニーアカハイドラライニーアカペリードリニーアカ、プセラピニーイネヒメハモグリバイハイドレイリアグリショーラやその近似種のことにギワバエッチトミオカイの幼虫が、イネの葉を食害して初期をのしや、成長遅延などの被害をもたらすことが知られており、 特に北日本で重要な害虫として扱われている。また、干拓地などで異常発生する例もあり、大阪市では、干拓地で異常発生した、すがりみぎわばエイクハイドラジャポニカが、家屋にまで侵入するという被害が報告された一方、故障の有害雑草として扱われる黒の防除のために、幼虫が黒モを利用するハイドレリアパカスタニーを、っぱなし無視する試みが、 フロリダなどで行われている、童貞に用いられる検索表を掲載した文献。ありがとうございます。